美香子です。このチャンネルでは私が自分で考えたオリジナルの作品をなるべく丁寧に説明解説していきたいと思っています。くまちゃんくまちゃん、座りっぱなしで YouTube の撮影と編集してたら腰が痛くなっちゃってさ。うわー、それは大変だね。痛くならない強靭な体が欲しいね。ほんとそうだよね。ということで今回はこちらの100均のレース糸で白一色で編んだ方眼編みに私がデザインを考えて、そして四隅にビーズをつけたドイリーの編み方の続きをやっていきます。それでは今日もよろしくお願いいたします。材料説明です。糸の方は100均ダイソーのレースヤーン、素材は綿 100% になります。とじ針、編み針はレース針の05を使用して編んでいきます。ハサミ、ビーズ、お手持ちのビーズで、裁縫道具、そしてデザイン画で編み図になります。前回の動画からの続きになります。前回はこちらの100均のレース糸、真っ白で編んだ方眼編みに私がデザインをして、そして四隅にビーズをつけたドイリーの6段目までを編みました。編み方は概要欄の方にリンクを貼っておきますので、そちらをご参照ください。今日は7段目から編んでいきます。それではスタートです。では7段目から編んでいきます。7段目はこちらのデザインができますとこちらになりまして、1マス模様を編んだら飛んで2マス模様を編む、そして1マス飛ばして1マス模様を編んで、1マス飛ばして1マス模様を編む、1マス飛ばして2マス模様を編んで、1マス飛ばして1マス模様を編んでいきます。ではこちらの編み地をくるりとひっくり返します。7段目を編んでいきます。立ち上がり鎖編み3目です。1、2、3目、そしていきなり模様を入れていきます。前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。長編みを2目編んでいきます。前の段の鎖編みを丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。はい、これで模様が編めました。次は模様なしです。鎖編みに2目を編んで、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。そして次から2マス模様ありを編んでいきます。前の段の鎖編みに針を滑らせ丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。長編みを2目、鎖編みを丸ごと目を拾って長編みを編んでいきます。
最後に編みます。そして次から4目長編みを編んでいきます。長編み1目に1目ずつ長編みを4目編んでいきます。長編み1目に1目ずつ長編みを4目編んでいきます。長編み1目に1目ずつ長編みを4目編んでいきます。はい、これで模様が2マス編めました。長編みは合計7目編んでおります。では次は模様なしです。鎖編み2目を編んで前の段の鎖編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。そして前の段の鎖編みに針を滑らせて長編みを2目編んでいきます。模様を入れていきます。次は模様ありです。前の段の鎖編みに針を滑らせて長編みを2目です。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み4目で1模様となってきます。次は模様なしです。鎖編みを2目編んで前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。次は模様ありです。前の段の鎖編みに針を滑らせ丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。鎖編みを丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。次は模様なしです。鎖編み2目を編んで前の段の鎖編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。できます。次は2マス模様ありを編んでいきます。前の段の長編み1目に1目ずつまずは長編みを3目編んでいきます。長編みを長編み1目に1目ずつ3目編んでいきます。残り1目です。はい、次は前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。模様ありを2マス編んでおります。前の段の鎖編みを丸ごと目を拾って長編みを2目編みました。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。はい、これで模様が2マス編めました。長編みを 2,4,6 7目で2模様となります。次は模様なしです。鎖編み2目を編んで
前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。ラストは模様ありとなります。前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。そして立ち上がりの鎖編み3目の3つ目の目に針を入れ長編みを1目編んでいきます。はい、こちらに針を入れて長編みを1目編んでいきます。はい、このようになります。これで7段目の編み上がりとなります。では8段目のスタートです。8段目はこちらのデザインができますとこちらになりまして、1マス編んだら1マス模様、1マス飛ばして1マス模様、2マス飛ばして1マス模様、2マス飛ばして1マス模様、1マス飛ばして1マス模様、そして1マス模様なしという形で編んでいきます。こちらの編み地をくるりとひっくり返します。では8段目のスタートです。鎖編み3目を編んで、立ち上がり鎖編み3目を編んで、そして鎖編みを2目編みます。そして前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。最初は模様なしとなります。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。これで模様なしが編めました。では次は模様ありとなります。前の段の鎖編みに針を滑らせて丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。はい、このようになります。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。これで模様が1マス編めました。長編み4目で1マス模様ありとなります。次は模様なしです。鎖編みを2目編んで、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。はい、このようになります。次は模様ありです。前の段の長編み1目に1目ずつ長編みを3目編んでいきます。これで模様が入りました。次から2マス模様なしとなります。鎖編み2目を編んで、前の段の鎖編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。鎖編み2目を編んで、前の段の長編みを2目飛ばして3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。
これで模様なしが2マス編めました。次は模様ありを 1マスです。前の段の鎖編みに針を滑らせ、丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。模様あり1マスです。前の段の鎖編みを丸ごと目を拾って長編みを2目です。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。そして次から2マス模様なしです。鎖編みに2目を編んで、前の段の長編みを2目飛ばして、3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。鎖編み2目を編んで、前の段の鎖編みを2目飛ばして、3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。はい、これで模様なしが2マス編めました。次は模様ありとなります。前の段の長編みに長編みを1目ずつ3目編んでいきます。長編みを長編み1目に1目ずつ3目編んでいきます。2、3目。はい、このようになります。次は模様なしです。鎖編み2目を編んで、前の段の長編みを2目飛ばして、3つ目の長編みに長編みを1目編んでいきます。長編み1目に長編み1目を編んでいきます。次は模様ありです。前の段の鎖編みに針を滑らせ、丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。丸ごと目を拾って長編みを2目編んでいきます。はい、組みます。そして前の段の長編みに長編みを1目編んでいきます。ラストは模様なしとなります。鎖編み2目を編んで、前の段の長編みを2目飛ばして、3つ目の鎖編みに長編みを1目編んでいきます。こちらに針を入れ、長編みを1目編んでいきます。長編みを2目飛ばしております。これで8段目の編み上がりとなります。今日は8段目までを編んで終わりとなります。次回は9段目から編んでいきます。今回は模様が入り組んでいるので、少しずつ進めて編んでいきます。それではまた次回。バイバーイ。